岩泉駅はかつて岩手県下平郡岩泉町中野にあった東日本旅客鉄道岩泉線の駅である同線の終着駅だった岩泉線の廃線により2014年3月31日限りで廃止となった駅舎の2階に岩泉町観光協会と岩泉商工会が併設されていたため列車本数が極めて少なかった岩泉線にあって 二階建ての大きな駅舎だった。また JR バス東北の乗務員休憩所も入居しており、早坂高原線の夜間大白に使用されている。車両は岩泉消防署前のバス専用駐車区画に留置。ホームは短式ホーム一面一線だった。一見すると、島式交換系だが、駅舎側のホームには線路が敷かれていない。当初、線路はここから、 宮古線小本駅まで延伸する計画があった。もう一駅管理の簡易委託駅。駅舎の1階に切符地場があり、岩泉からの切符を発売していた。また JR バス東北の早坂高原線で森岡駅まで出て、東北新幹線を利用する人のために、森岡から仙台、大宮、東京までの片道乗車券と新幹線指定席と急券を発売していた。なお、 列車が発着するのは朝晩だけだったため、日中は不在時があった。岩泉線廃止後も駅舎は解体されず、岩泉商工会、JR バス東北が引き続き利用している。かつて入居していた岩泉町観光協会は、流泉洞付近に移転している。国の天然記念物に指定されている、流泉洞の最寄り駅となっている。また、岩手県道221号。 岩泉停車場線を歩いて小本川に架か,かる橋を越えた国道455号付近が中心市街地となっている。商店街もある。最寄りの停留所は岩泉消防署前となる。以下の路線が乗り入れ、岩泉運輸、岩手県北バス、小川タクシー、田野畑交通により運行されている。また、国道上にある岩泉橋も駅から徒歩5分程度となっており、 利用が可能となっている。岩泉消防署前、岩泉橋。ありがとうございます。